ホーム。照明器具が特徴的嵐山駅は、京都府京都市西京区、嵐山東一川町にある、阪急電鉄嵐山線の駅。駅番号は、HK-98。京都を代表する観光地の一つ、嵐山への、大阪、神戸方面からの玄関口である。改装前の駅舎。右手の緑色の階段を上がったところが2階。 臨時改札口。廃止されたホーム新京阪鉄道が嵐山への観光客を見込み、6面5線という巨大なターミナル駅として建設された。しかし、規模に反して乗客がさほどいなかったことから、戦後に3面2線へ縮小した。廃止されたホーム3面のうち、北東側の2面は現存しており、ホーム上や線路跡には植樹がされている。 串型3面2線のホームを有する地上駅。2線ともに両側をホームに挟まれているが、数年使われているホームは中央の1面のみで、発着する列車のドアは片側のみが開く。外側ホーム2面の東端部はスロープで駅舎2階の臨時改札口につながっており、常用される1階改札口にはつながっていない。駅舎は長年開業以来のものが使われていたが、 2010年4月に京町家をイメージした外観に改装された。さらに、同年10月30日には、駅前広場も再舗装され、桜の木なども植えられた石畳風になった。ホーム上の案内標識では、上記のように記載されているが、当駅からの列車は、臨時列車を除いて桂までの運転であり、京都河原町、大阪梅田、神戸山の宮、宝塚方面へは、 乗り換えが必要になる。通常のダイヤでは、同時に日本の列車が入線することはない。線路の錆付けを防ぐため、休日は1号線、平日は2号線と使い分けている。1号線は、イベント時の列車展示や、臨時列車等の留置に使用されることがある。2019年の通年平均の乗降人員は9553人で、ある。阪急電鉄全線では、 第73位。また、2019年度の1日あたりの乗降人員は、約1万1019人である。近年の1日平均乗車、乗降人員は、下記の通り、東西に住宅地が広がっている。嵐山の観光地へは、駅から道なりに直進すると良い。観光地の起点付近にあるのが、渡月橋で、距離にして約400メートル。嵐山界隈には、 他社の鉄道路線も通っており、当駅から最も近い京福嵐山本線の嵐山駅へは、都月橋を渡って徒歩約15分。さらに、北へ行くと、JR 佐賀野線の佐賀嵐山駅、佐賀の観光鉄道のトロッコ、佐賀駅があるが、当駅より徒歩で20分程度かかる。阪急嵐山駅前はステの位置京都市バスと、京都バスが乗り入れており、 阪急嵐山駅前停留所に発着する。乗り場は3カ所に設置されているが、路線によって発着地が異なるため注意を要する。中には、2つの乗り場を通る路線もある。以下は京都市バス時刻表による。以下は京都バス時刻表による。阪急ステーション、阪急電鉄株式会社コミュニケーション事業部、阪急ワールド全集4、2001年。 128ページ。ISBN4 から894850516。ABCDE 生田誠、阪急京都線、千里線街と駅の一斉紀彩り流車、懐かしい沿線写真で尋ねる。2013年4、4から6.56から57ページ。ISBN978 から4から779117268。四季折々の風情。 歴史ある文化を反映した、趣ある駅舎、駅前広場へリニューアル。嵐山の玄関口にふさわしい阪急嵐山駅に、生まれ変わります阪急電鉄、オリジナルの2020年12月10日時点における、アーカイブ。https://web.archive.org/web/20201210113352/https。 w w w h a n k y u h a n s h i n c o j p スラッシュレガシーデータ。Ata, ir データ。er 2億100万 3251n1。pdf 2020年12月10日閲覧。駅別上高自民阪急電鉄。京都市統計所。第8小都市施設07施設しない駅。 乗降客数アーカイブド2014年12月9日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、京都府統計所、鉄道乗車人員京都市バス時刻表、京都バス時刻表最東端は、京都河原町駅、最南端かつ最西端は、管理駅では、花熊駅、路線上では、新海地駅である。ありがとうございます。